こんにちは。スマホってすごいなっていつも思うんですけども、今日はね、Facebook を見ていて、最近よくあることなんですけども、私が高校の時に憧れていた、メガデスっていうね、メタルバンドがあるんですけども、そのバンドのデーブ・ムスティーンっていうリーダーがね、今でも活動していて、もう多分60代とかになってるおじいちゃんになってると思うんですけども、でも Facebook に投稿してるのが、私のフィードに出てくるんですよ。なんかこれね、直接話しかけられてるみたいで、本当に想像できないような未来が来たなと思うんですよね。それね、先週か、ツイッター見てると同じように、メガデスのデーブ・ムスティーンから、ツイッターでダイレクトメッセージが来て、で、いろいろやりとりさせてもらったんですよ。もちろん英語でね。そしたら、新型のギターができたから、楽器屋に買いに行けっていうわけですよ。で、やりとりずっとしていたら、どうも、なりすましみたいで、なんかね、ギター、わけのわかんないギター買わされそうになりまして、それはまあね、翻訳するとすぐにおかしいなと思ったんですけども、でもすごい時代だなと思いますよ。思いません？すごいでしょ？じゃあ。